これがこの星の最後の眺めになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。何か、うわあ、なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから前のよりフィット感なんかも格段。ほんと全然働かない夫に最新トレーニング。私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやって。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですかいきなり。例の超重要任務お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。
レーモン、おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の会を随分釣れないじゃない。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃい。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるの。じゃ、ご苦労じゃったな。悪くない動きだ。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロも、こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さん、今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が、もっともっと修行して強くならねば、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育、わしの言うことを素直に聞いていれ。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのなあ、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。何言ってるのよ。誰がどこからどこんなプリティーな私と一緒にするなんて、どけー、何がプリティーじゃ、まったく口のへないやつじゃのと、わしらの話はこれくらいにして。そうね、
あなたもおじいちゃんの長話に付き合わせ、私が案内してあげるわ。こっ、あ、こら、また勝手に話を進めおって。新たな歴史改変の反応があったのが、そのナッパとベジータ二人のサイヤ人が地球に来た。今度はサイヤ人が二人、大変じゃ。ラディッツの滝といい、最近歴史改変がつ、今回はこんなところか。追ってください。聞いた、何だったんだ。いや、のんびり考えてる暇ねえ。早くご、おめえが何者か知らねえけど、ありがとな。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。いっ、おめえも来てくれっか。クリリンもゴアも離れてくれ。あとはオーラたちに任せろ。わかった、ゴア、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。何しに来たかろ。ダメダラインジョーグ、相手をとっとと倒せ。
でぶっ潰してやる。なんだ、はじけて混ざれ。そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。やっと分かったぞ。ちっちゃんを踏み潰して殺したのも論外で、あのバカ、あんな顔を倒してしまえ。止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え、この次は、オラが、オラが一人で、倒してみせる。ありがとな。おかえり。ああ、ご苦労じゃったな。お帰りなさい。あ、あなたたちもお帰り。はい、ただいま戻りました。すみません、取り逃がしてしまいました。仕方ないわよ、そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ。ほら、お前はその前に自己紹介せんか。あ、はい、そうですね。はじめまして、俺はトランクス。俺はタイムパトロールの責任者と。でもこの人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は全て俺たちがやっていたんですが、最近また急に歴史の改変が起きるようになって手が足りなくなってしまったので、老海恩神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人さんの中でもとても優秀だって。特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてましたよ。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。
お前なんかまだまだじゃからな。そんなことないわよね。頑張ってくれてるもの。甘やかすな。でだ、歴史の修正はなんとかなったが、ずいぶんおかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は間違いありません。今俺の追っているやつらが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ、混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る暗黒魔界の住人、悪の科学者トワと彼女が作り出した人造人間ミラ。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。ふん。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが貴様には関係ない。指図するな、ミラ。あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的。よそやな。それより頼ん。ええ、ま、その新聖樹の実は暗黒魔。これでかかろ。それじゃあとは頼んだわよ。ふん、どうだか。あんな奴らさっさとす。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても。それに、ドドリアさん、ダーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。逃げられると思った。なんだ来るな、バン。私は十分だ。
けれども逃げることができる。よし今じゃ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。え？他人にこの邪魔をするな。この街のブースは命拾いしたな。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻っ、こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者暮らし。スラッグも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくそのトランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろうが。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはの。そういうことで私は行くわね。あ、じゃからあやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。ギニュー特戦隊の赤いマグマ、ギーン。そしてこの俺は、ギニュー
特戦隊隊長ギニュー様だ。何をやったんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて、敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だとギニューと入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。奴らのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。ギクーヌ、バーター、ディース、ヘレダ、デニュー、ギニュー特戦隊。ドラゴンボールをお届けする。そりゃないでしょ。お前はご飯に貴様に言われちゃおしまいだ。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。ビッグ M ウルトラファイティング。さあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。よっ、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様参上。バラッピッチ。
死にしてやる。これで解決だと思った瞬間にこんなことになって、どうやら元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそ、ここれだ。チェーン！もう行かねえぞ。これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわ。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？はあ？
だから簡単な話よ。もう一回、今度は少し前の時間にタイムスリップ。そんなことできるのか。なんとなくせこい気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もうこっちのもんだ。新聖樹の実でパワーアップを繰り返せば、いずれフリーザもミラ、無論カカロットも敵じゃない。全宇宙がドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。ここはどうだ、一時休戦というの。まずはこいつを片付けるか。ふん、俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。これが暗黒マスターの力なんだ。今の俺に勝つ。そうは絶対に渡さない。そうだ、どういう意味だ。なんだ、やばい。実験は成功したみたい。お前は死んだ。力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはご飯くんたちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっている。さっき空が暗くなっていたから、歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。フリーザの状態、フリーザの地獄以上のケースを見せてあげる。ベニータを
くれるか。解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。サンザラヤクマイヤクマ。怒ったぞ。星の爆発に自分も巻き込まれんのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は弟のようにはいかんぞ。さっきまでしたね。見せてやるぞ。 100% の力を。こいつがおにぎりに動く。何だ。もうくたばりどこないね。だろう。バカ、そんな奴らに。なんだ。あれは。そうか。海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせて。
うやった。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むといい。次の任務の時まではな。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一母さんがタイムマシンを作らなければ、俺も、そして歴史を変える機械を作るのはあまり褒められたこと。はい。ま、今さら言っても作っ、まさかこの歴史にまで、すぐに。トランクス。はい。あなた、わか。はい。ではお願いします。3人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのに、ゴハンさんは
殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、もう一度修正に行くことになってたわよ。助かったわ。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に。あの時現れた人造人間16号が。あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせ。とは、でしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。すまんが、頼む。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。ここに16号が。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。おお、帰った。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみません。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私はた、はい、あなたにも謝らなければいけませんね。それから、孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。
こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でもそうね、残し、うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に影響はないだろうしの。わしも見なかったことにするか。ふざけるな！太陽剣！そんな、セルが17号と18号を吸収して一気に完全体に。本当は違うんか。ええ、本来なら17号を吸収してから18号を。なんじゃい、結局吸収するんかい。それはそうなんですけど、セルは精神と時の部屋を使い、たった一日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまってはセルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃの。お前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃ。あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気になるんじゃないかの。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事、今回のサポートはトランクスでいいわよね。あ、はい、この歴史のことはよく知ってますから俺に任せてください。そうね、恋愛イベントには超疎いけど戦いの方は大丈夫よね。そっちはいいじゃないですか。もう、はいはい、じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。With this strong 16, this is amazing. You still here?
とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。うわあ！お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めましたね。しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう。え？あのあと結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。ええ、でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラね、あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。あ、任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トワ。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。セルの木がいきなり膨れ上がった。トワの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史には昔の俺もいますから。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。Whoever you are, I... You're talking! There's nothing wrong. You've prattled on long enough. Now this! さあ、あれは？
The shell games are over, then. Why here and now? Only this metal can contain the metal. これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。やった！やったー！どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの。クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞かせると。いや、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。ええ、そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。来たわね。今日は時の海王神様、一体な。落ち着いて聞いてね。なんと、ついに時々が卵。卵。そう、トキトキの卵よ。と、と。めでたいこと。あの、時の海王神様。そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生した。なんだとは何よ、分かってな。この宇宙、いえ、世界全体。はあ、そうなんですか。そうか、お前には時々は時間を司る鳥でな、この卵に、この卵が孵化した時、新しい宇宙の歴。へえ、そんなすごい卵なんです。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。え、
ちょっと待ってください。パーティーティー、もう新しい、それは楽しみですけど。そう、はあ、パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーも。そうですね。ふん、全く電話の一つ。ええ。これは歴史。かなりの量のキリが回収できてるわね。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ること。確かに俺は、だがなぜだ、このは数字では測れない得体の知れない力。この男もそうだ。捕まえる時トアの改造によって、あの時よりも今の恋だな、あの時のような怖さは、あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かるやつ。やっとな。あいつは初めて自分以外の人のために戦おうとしているな。人間の命を捨てて貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。今回もがん。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれん。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。ちょっと。なんじゃい。デリカシーがないわね。いえ、大丈夫ですよ。父さんは俺の誇りです。俺も、ともかく、
お疲れ様でした。この巻物を見て、今回の歴史改編は今まで以上、ただでさえ恐ろしい強さのあの魔人。ミラたちにも気をつけてね。俺は別方面からミラの行方を追ってみます。大が生意気だから。おい、お前にも抜かしらんだ。お前にも力を貸してもらうぞ。ご飯なのか。ガオ、貴様を言ってんぜ。お前はお前たちだ。許さないぞ。何を相手するなんぞ。ご飯を食べます。深さ、頭が引き裂かれた。待て、帰らない。何じゃ。ようやくくたばりやがったか。世話になったな。トランクスを休ま、傷は治したけど随分消耗しているみたいで目を。邪念ば相手に頑張っとったからの。ま、命に別。すまんが、次の歴史改編もお前。まだ歴史が完全に修正されていないのよ。次の魔人ブーは自制心を失った悪その。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張るんじゃぞ。
これで一安心。早く帰ってこい。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他に、もう一人ミラの仲間がいました。どういうこと？奴らの狙いは、これまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴がいるはず。になって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言っても、喋ってる途中なんだけど。君らはいきなり割って入ってきて破壊して。あの顔はバーダックだ。君らまで出てくるなんて。おい、お前ら、いい加減にしろよ。閉まってろ。もう待てない。もう我慢の限界だ。そろそろみんな、破壊しちゃおっかな。まずいでしょ。全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の海王神様、今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたらそのプリンを全部あげますよ。どうですか？まあいいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり。プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか？いらん。興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか？足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです？私ですけど。マジ？腹が、ほら動けね。あらら、完全に切れちゃってますね。これはいけませんね。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。これは太陽を2個壊しちゃったことと同じくらい切れちゃってます。時の海王神の料理は褒めてませんよ。面倒ごと起こさないでほしいものです。落ち着かれたようですね。こっちもやっと腹。すみません、ビルス様、お詫びに。やめろ、僕を殺す気か。君の料理はもうこりごりだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか。はい。よかった、地球もなんとか。そっちの事情はよく知んねえけど。
お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしましたよ。まさかビルス様が出てくるなんて。誰かさんのせいでの。何よ、私のプリンがなかった。しかし結局ミラも。そうね、奴らの手口は分かったんじゃ。もうおな。さて向こう。この巻物に歴史の改変が。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙い。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを。そこまで大量のエネルギーを使うことといえば暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知りませんが。知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、トワは大量のエネルギーで2つの世界の境界線を。そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか。宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ。そう。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に。そう、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが。まだ帰ってきとらんの。しん。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流でき。今回異変の起きた巻物には復活したフリーザと。フリーザですか。油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことが。バカボン、あやつを甘く。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を。あやつは生まれついての強者。今まで一度その気になって己を鍛えればどこまで強く。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしている。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。かそれほどまでに強いんですか。そういうことじゃ。頑張るんじゃ。この星のドラゴンボールは2つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラモンは。来たわけではない。新たな力の頂点に立つ日が来たのと思うか。これはこちらに変身できるのか。相手の得点は光が立ち。おのれ
終わりだフリーザ。お前たちがね。こっちです。早く。ふう、間一髪。おや、地球がなくなってしまったんですか。フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどう。シュークリームはどこにあるんだ。くれるっていうか。ですから、それは私じゃなくて。トワが時の巣からの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したよ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみ。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を待っ、でもそのお二人がここに。まんまとおびき出されま。許せないね、破壊神を騙す。そのトワとかいう女はどこだ。こんなごなに。残念ながらどこにいる。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから。ウィス。はいはい、分かってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。ありがとな。それで結局貴様は何者なんだ、ブルマの。まあまあ、誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだ。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けても。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかしよかないよ、トワのやつ現れなかった。ああ、イライラする。このストレスをどこに持っていけばいい。ちょっとここ破壊していっていい。やめてください。やっとやっとトキトキが卵を産んだんです。ここ相変わらずとんでもないことを言うやつじゃぬ。そうですか、トキトキが卵を。それビルス様、さすがにトキトキの卵を壊す。ストレス解消でしたらまたそこの海王神を封印するとか。あ、もうそんなことでよろしければ。どこら、なんちゅうことを言うじゃ。それやれやれ、仕方あります。そんなにストレス解消なさりたいんだったら。お、久しぶりに相手してくれるの。あなたもどうです。せっかくですから一緒に鍛えてあげます。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから。お手柔らかに。うるせえ。まぶたで目をかいちゃいますよ。どちらを見てるのですか。少しだけ遊んで差し上げましょう。
満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあ、もういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。はい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえ。じゃ、君も元気でね。ふん、何が元気でねえじゃ。一体どの口が。ちょっと君、全部き。わしは何も言っとらんぞ。では皆さん、それにしてもトワメ、俺たちの通信を。奴らもあの手この手でしか。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるって。ターレス、スラック、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、他の歴ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張り。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせたか。あ、そっちの声の方が気合入っとる。最近やつ平和なのはいいことじゃがの、なんかこうモヤモヤする。こっちから仕掛けてみると言いますと。あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体はバーダックさんでし。他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力す。それにあの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらう。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ。バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトアとミラもいる。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんを。それにしてもここは一体。
一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられない。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何？バードック。この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん、私のミラが終わりだな、トーマ。あんなに強化してあげたのに、何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。どいつもこいつも。いいわ、こうなったらいっそ全部なかったことにしてあげるわ。あれ？結局手に入ったのはその仮面だ。おかえりなさい。途中で通信できなくなっちゃって心配したのよ。一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込み。それでどうだったんじゃ。え、どうというのは。いや、じゃから、あれ、確か俺のパートナーが。ん、この子がどうかしたの。いえ、俺のパートナーは。ちょっとどうしたの、しっかりしてよ。二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。うん、この四人でしっかりと歴史を守っていか。これは一体。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を始めおった。なんてこと。こんな変化が起きたら、このここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わ、でも何が変わってしまったのか。どこが変わったんじゃ。の俺も誰かのことを。どうかしましたか。ああ、持ち帰ったか。これは一体バーダックさん、
いや、そうだ。俺はこの仮面をつけて、その人を連れ戻すために俺たちは戦った。俺と一緒に、様々な歴史をめぐって、一緒に戦い続けてくれた。この歴史だ。ダメだ、宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。うん、あんな人が来てくれるといいな。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様、キー、どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾やキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いはトキトキの卵だったのね。これだけの力があれば、もう一度時空を操ることも簡単に。おかえり、ミラー。もうこんなところに用はないわね。どうしたんだ。
自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるかな。こいつは時々の卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか。今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか。え、道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さっさ、そうと分かれば、行きましょう、行きましょう。私、ちょっと待って。アルファ、ルイスさん、ちょっと。どれどれ、どっちもいいんじゃない。悪い。どこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、老いぼれ海王神か。
これはミルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか。いいだろう。そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。二人とも召し上がれ。どれさあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チートキキッチー。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。キーこりゃ、ドラゴンボールを軽はずみに使いよってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつの間に。